最近本当に思うんだこの世界ってブスが生きづらい世の中だなーって。ブスって何やっても叩かれるじゃんブスなことを十分に自覚して少しでもマシになるように化粧を研究して頑張ったらなんかブスが化粧頑張ってるあいつって化粧詐欺だよな詐欺をつみたいな感じになるし、画面以外で戦おうと思って服とかアクセとか可愛いのストライク少しでも外見をマシにしようとしたらブスがなんか着飾ってる マジ豚に真珠みたいな感じになるじゃんあ、豚っていうかデブは自己責任か。なら内面で勝負しようとして、コツコツといい行いをやるように心がけても、別に誰か褒めてくれるわけでもないし、ただ日常に馴染んでるブスってなるだけ。いい行いをしたらきっと誰かが見ていてくれてる。みんな言うけれど、私の人生でそういう努力を誰かが見つけて褒めてくれたことが今までで一度もない。でもそういうと、そもそも善意に見返りを求めるもんじゃないとか言われる。いいことしたら褒められたい一応や でも美人の善意は本当に報われるよね。例えば食事会や飲み会で美人が気を利かせてサラダを取り分けたらあー。あありがとう。気が利くね。姉ールちゃんの取り分けてくれたサラダ美味しいよ。パクパク、ムグムグ。みたいな感じになって。ブスが気を利かせてサラダを取り分けたら。あのブスモテようと必死だな。ブスが取り分けたらサラダがまずくなるわ。てぃへ さあこれは私が実際に体験した話なんだけれども学生時代クラスで一番の美人ゆかりちゃんにしょうもない嫌がらせをされたことがあって一番仲が良かったクラスの男友達ちに相談したところいやいやいやゆかりちゃんそんなこと絶対しないでしょお前の勘違いじゃねえお前ゆかりちゃんが可愛いからって嫉妬すんのやめろよ女子得意の可愛い子おとしりようとする的なそういうやつあの女子得意の怖いやつも怖いわーって言われた経験があってもうそこでひねくれたよねー リーブスは許せるけど卑屈なブスはもう本当に終わってる分かるよ確かにその通りだと思うだけどさブスを卑屈にさせてるのはあなた方周り環境卑屈なブスが増えていく元凶はお前らだもう,もうお前らだもういっそのこと顔を変えてやるよと思って整形したら整形したでヒソヒソあいつ整形だよヒソヒソあいつ整形したらしいよお母さんからもらった顔に傷をつけるなんて考えられないみたいな感じになるじゃんどうすればいいの ?What's doing? What? 私の経験上の話なんだけれども私が今まで人生で24年間生きてきたデータの中では天然美人より整形美人の方がいいやつが多い天然美人 生まれたその瞬間から何もしてないのにただチヤホヤされる人生多少のことしても可愛いねーっ許されるんだよこの世に生を授かったその瞬間から人生半分成功してることが見えてる人たちじゃそりゃ人生舐めるよナンパされるのは当たり前男って本当とうざいもうすぐ男って私のことそういう目で見てくるみたいな感じにもなるさだって美人なんだもん天然美人ってそういうことでも整形美人はブスだった記憶もあるから社会の理不尽なやつとか冷たい人たちの反応とかそういうのもちゃんとしっかり受け止めた上で生きてきて お金と時間をかけて、顔を切ったり、顔に異物を入れる、怖い思いも耐えて、やっと綺麗な顔面を手に入れたわけじゃん。整形をするっていう、もうその決めた勇気も素晴らしい。整形するまではコンプレックスと戦い続けてきた、その人生の過程も美しい。整形美人をさ、おい整形とかっていじるんだったら天然美人をいじった方が良くないあいつらは何もしてないんだよ。何もしてないのに可愛い、かっこいい、綺麗。そっち悲願でそっちに嫉妬してそっち叩こう。おいお前何もしてないのに可愛いな。やーい、親の遺伝子。おい 神様からの贈り物れくらいはいじってても顔がいいことによって今後受ける徳の数に比べたら全然大丈夫。チャンネル登録よろしくね